ニューヨーク州の歴史、ニューヨーク州の歴史、ニューヨーク州の歴史、A、ヒストリー・オブ・ニューヨークでは、主に現在のアメリカ合衆国ニューヨーク州に、ヨーロッパ人が植民地を建設し始めてからの歴史を外説ニューヨーク州、通称エンパイア・ステートは、17世紀に公易のための植民地として、オランダ共和国が最初に、ニューネーデルラントを設立して以来、アメリカの政治、 金融、産業、交通及び文化の中心であり続けた。この植民地がイングランド王国に奪われ、アメリカ独立戦争でイギリスから独立を勝ち取って、最終的に現在のアメリカ合衆国一部となった。ニューヨーク西部はヨーロッパ人が到来する、少なくとも500年前から、色イ連邦の六種族が住んでいた。色イ族は、 セネカ湖とカユガ湖の間の地域を草原として維持し、草食のアメリカバイソンの群れなど、野生の狩猟対象動物が豊富だった。植民地時代、イロコイ族は、トウモロコシ、野菜及び果樹を栽培し、牛や豚を飼育して繁栄していた。魚も、豊富だった。現在のニューヨーク市周辺の南部は長い間でナペ、族が住んでいた。1524年、初めて、 ニューヨーク港に入ったヨーロッパ人探検家ジョバンニダ・ベラッツァーノはカヌーに乗ったレナペ族と出った。ベラッツァーノはこの地域をフランスをフランスは一斉に敬意を表してヌーベル・アングレームと名付けた。フランス人探検家で地図制作者サミュエル・ド・サンプランは1608年にニューヨークを探検した記録を残した。1663年。 ヨーク港ジェームズが1635年にスターリング博に与えられていたニューイングランドのロングアイランドや他の島々の特許を購入した。翌年ヨーク港は武装遠征隊を派遣してニューアムステルダムを占領し、それ以降この地域はヨーク港の名にちなんでニューヨーク植民地と呼ばれた。この征服は1667年7月のブレダ条約で確認された。 1673年7月、オランダ艦隊がニューヨークを再奪取したが、1674年2月のウェストミンスター条約でイギリスに戻された。ニューヨーク植民地は1664年の植民地検証で設立された。ニューヨーク植民地検証は西方への拡張について制限を設けないとしていたが、その地域には先住民族が住んでいた。 マサチューセッツ湾植民地の検証にも同じ条項があり、植民地と色恋族の間に領土紛争が引き起こされた。ニューネーデルラントの南西部には別にニュージャージー植民地が創設され、またさらに南西部にはペンシルベニア植民地が設けられた。モホーク川上流からエリー湖にかけて広大な土地があり、そこには色恋族が数少なく住んでおり、 植民地人にとっては実質的に未知の土地だった。マサチューセッツとニューヨークの植民地検証はどちらも西方への無限の拡張を認めていたので、この土地への領有権主張が論争となった。ハドゾン渓谷やモホーク渓谷にいた元々のオランダ人開拓者とニューヨーク東部で急速に増えつつ、あったイギリス人との間に多くの緊張関係もあり、ドイツ人たちもモホーク地区で、 開拓地を設立しつあった。パトリオット、愛国者の組織、自由の息子たちは、因子法やその後の耐え難き処方に続く1760年代と1770年代に、ニューヨークで活動し、イギリス軍と衝突して、ゴールデンヒルの戦いで頂点となり、リバーティポールをめぐる、長引く、小競り合いとなった。13植民地の心を同じくする人々を、 協力させるために1774年にパトリオットによって通信委員会が創設され以前の法律で否定されたイギリス人としての権利やイギリスの議会に代表権がないことについてその考えるところを要求した通信委員会はニューヨーク植民地議会の創設につながり1775年までにイギリスの統治機関と実質的に交代した ニューヨーク植民地議会は第二次大陸会議に代表を送り、その場で独立について全会一致で可決したニューヨーク国は1776年7月9日に創設された。その後まもなく陰謀探査撲滅のための委員会が恒久的に作られ、独立派に対して敵と分かった者あるいは疑いのある者の,の告発を認める多くの方を立させた。 その市民権が取り消され、財産が没収された後で、多くの者は、イギリス軍が支配している地域に逃避地を求めた。1777年、ニューヨーク国はその住民に、厳密な忠誠の誓いを要求し、これを拒んだ者は、イギリス軍が支配するニューヨーク市に追放された。ニューヨーク植民地議会は1777年、ニューヨーク憲法の採択により国政府に置き換えられた。 大根でロガトリでの占領によって、1775年のボストン包囲戦から、イギリスのボストン明けは他史を強制するための大砲と弾薬を手に入れた。また不成功に終わったが1775年のカナダ、侵攻作戦に向けての地盤となった。独立宣言後、アメリカ独立戦争で、最初の大きな海戦、かつコの戦争で最大の戦いは1776年の、 ニューヨークで行われたムグアイランドの戦い、別名ブルックリンの戦いだった。この年には他にもシャンプレイン湖でバルカー島の戦いが行われた。ジョージ・ワシントン将軍の大陸軍がマンハッタン島から撤退し、その後イギリス軍はニューヨーク市を戦争の残り期間来たアメリカでの作戦の軍事と政治の拠点とした。その結果、ニューヨーク市は ワシントンの情報網にとって注意すべき中心にもなった。ウォールアバート湾の悪名高き、韓国戦 HMS ジャージーでは、独立戦争の戦闘をすべて合わせたよりも多くのアリカ人戦闘員が国際的無視の中で死んだ。1777年のサラトガの戦いで、イギリス軍主要部隊が大陸軍に捕獲されたのは、この戦争で2回あったイギリス軍降伏の初回のものであり、 イギリス軍のカナダ方面軍とニューヨーク市の軍隊との結合を妨げ、フランスをして独立推進側に同盟を決断させることになった。1780年、ベネディクト・アーノルドはニューヨークのウェストポイント砦をイギリス軍に渡そうとして失敗した。これが成功すれば、イギリス軍がハドソン渓谷を支配できるところだった。1783年のパリ条約に従い、 13、植民地におけるイギリス当局の最後の痕跡となっていたニューヨーク市の軍隊が1783年に離れ、その日は長く解放の日として祝われることになった。独立戦争の間、色濃い連邦の4種族は、イギリス軍について戦い、同いだ族とタスカローラ族が例外だった。1779年、ジョン・サリバヴァン少将が、 色恋族を討伐するために派遣された。サリバン遠征隊は、フィンガー小群や、ジェネシーカントリーを通って北へ進軍し、色恋族の集落をすべて焼き、穀物や果樹園を破壊した。逃亡民は、ナイアガラトリデに逃げ、次の冬を上と、惨めさの中で過ごした。何百という者たちが、寒さ、上及び病気で死んだ。戦後多くの者はカナダに移住した。 そこにいようといまいと大半が戦後に土地を失った。買収された土地の中には、個々の種族によって、現在も領有権主張の対象になっているところがある。サリバンの隊員はその方面作戦から、ペンシルベニアやニューイングランドに戻ってこの新しい領土の莫大な豊かさについて語った。彼らの多くは独立戦争への従軍に感謝するために土地特許を与えられた。 1786年から1797年の間に豊かな土地の陶器化集団がいくつかが互いにあるいは隣接する州と、さらには先住民族と協定を結び、ニューヨーク州西部の広大な土地の権利を取得した。色恋族の土地を買収した者の中には6種族の中の個々の種族によって、現在も多くの領有権主張の対象に行っているところがある。 イギリス軍を倒すために協力し、特にバレー法事でワシントン軍を援助したオナイダ族の場合には、大統領となったワシントンがモホーク渓谷を訪れ、カナンダイグア条約に調印した。この条約は、数ある中でもペンシルベニアからカナダに至る大きな大乗の土地をオナイダ族に約束するものだった。この条約は1800年代半ばにニューヨーク州によって審判された。 このことも現在の土地所有権論争のもとになっている。アメリカ独立戦争が終わった後で、ニューヨーク市のアイザックシアーズたちが自由の息子たちを復活させた。1784年3月、彼らは大群衆を召集して、5月1日から週内に残っているロイヤリスト、ギリス王党派の追放を要求した。自由の息子たちは1784年12月の 選挙で十分な議席を獲得し、ロイヤリスト懲罰法を法制化させた。この法律は、1786年に名指しでは、罰せられなかったロイヤリストが州内に戻ることを許されるまで有効だった。1788年には、ロイヤリストの財産没収が停止され、1792年には、名指しで罰せられたものも以前に没収された財産について争わないという条件で、 州内に戻ることを許された。アレクサンダー・ハミルトンが指導したニューヨーク州は、激しい議論の後で、1788年7月26日にアメリカ合衆国憲法を批准し、ニューヨーク州は合衆国第11番目の州となり、ニューヨーク市は連邦の首都となった1790年まで、1791年、アメリカ独立戦争中に承認として、 裕福になったアレックス・バーレットがニューヨーク州北部の367万715エーカーの土地を1エーカーあたり20セント購入した。この土地はセントローレンス川に沿いオンタリオ湖の東部に位置しサウザンド諸島を含み10の大きな軍区に分けられた。現在の行政区分ではルイス軍、ジェファーソン軍、セントローレンス軍、およびフランクリン軍となる。また、 ハーキマー軍とオスウェゴ軍の一部も、この購入範囲にあった。この土地が軍区と外区に分けられ売りに出された。当時の道路はお粗末なものであり、しばしばぬかるみ、鉄ができ、狭かった。道路を維持する、幹線道路部局もなく、私有地を横切っていたり、土地所有者が、イギリスの例に習って通行量を取りていたりした。エリー運河以前のニューヨーク州北部湖岸の平原は、 春から秋にかけて、ヘビや蚊の多い湿地であり、通行は不可能だった。西へ旅する人は、南のフィラデルフィアやボルティモアからサスケ花、川北支流を遡り、現在のコーニングやエルマイラに至り、次にカニステオ川を遡って、アレゲニー群で、東部大陸分水海を横切って、クポート、アーク、すなわちそこの浅いボートにちなんで名付けられたに進み、そこからアレゲニー川を下って、 ペンシルベニア州ピッツバーグに、さらに、オハイオ川を下ってミシシッピ川という道を取った。小さなニューマ車で運べる物量は限られており、1日あたりの震度は数マイルに過ぎなかった。外して速度の速い船は、ハドソン川をオールワニにまで、容易に航行できたもののそこまでだった。モホーク川がニューヨーク州中央を通る経路だったが、その途中に、林や滝があるために、 カヌーや小さな、平底船、障害があるところでは陸路を担いで進んだでのみ、可能だった。1807年以来、運河を建設する話が多く出ていた。デヴィッド・クリントン知事が主たる提唱者になり、1817年に、ハドソン川とエリー湖、そこからさらに、五大湖の他の部分へをつなぐ運河の最初部分が使われ、始めた。モホーク川の早瀬を迂回させる容易な場所がまず、 建設された。後に荒野を突き抜ける部分が建設されたが、これにはアイルランド移民が多く労働者として使われた。当時は反対の声もあり、この運河はクリントンの土武とかさらに悪くはクリントンの愚行とあざけられたが、最終的に1825年に完成した。公式の祝賀行事として沿線で祝法が打たれ、クリントン知事は水の結婚式として、 エリー湖の水をニューヨーク港におこそかに注いだ。エリー運河は天才の海峡であることが分かり、ニューイングランド、ニューヨーク州及びヨーロッパから合衆国中部や西部に開拓者が流れ込んだ。オハイオ州やミシガン州に行く者もいた。この運河は以前地形的障害だったアパラチア山脈の西に入植するための最初の重要な経路となった。 ニューヨーク州北部の農家や製造業者はその製品を船で容易に大市場でさらに成長しているニューヨーク市やその先まで送り出すことができた。この運河でニューヨーク州内を横切る料程は数週間から数日に減った。荷を運ぶ費用もあっという間に下がった。現在のエリー運河はもはや重要な交易ルートではない、鉄道や幹線道路に置き換えられたが、 州内の中心的商業地帯を明確にしている。港湾市、バッファロー、ロックポート、ここでは、運河が石灰岩の尾根を抜ける、ジェネシー川沿いの製粉所の町で美しい、花の都市、ロチェスターさらに多くの小さな都市が、その成長とおそらくはありまでも、エリー運河に追っている。接続する運河が、オンタリオ湖やさらに大きなフィンガー湖群に向けても、建設された。 エリー運河の成功は、その後に合衆国北部中に、他の運河の建設を促すことに行った。ニューヨーク州北部は、バーンド・オーバー・ディストリックと、すなわち信仰復興論者、チャールズ・グランディソン・フィニーに代表される熱心な信仰と改革運動の地帯だった。二つの宗派が現れた。セブンス・デー・アドベンチスト教会と、末日聖徒・イエス・キリスト教会だった。 慈悲深い改革運動、日曜学校と孤児院の設立、テンペランス集団、アルコール消費の廃止、ハンドー静団体、及び女性の権利獲得運動が1825年から1860年のニューヨーク州北部で熱烈な支持を得た。集団生活における社会実験として、オナイダやスカニアトレスでユートピア社会が現れた。 最も有名になったのはオールバニ近くのシェーカー京都の村だった。歴史家アリスフェルト・タイラーはこれを改革の発行と言った。同じ頃、ニューヨーク州北部は輸送革命、農業革命、産業革命及び都市革命までもその端緒にあった。有料道路、運河及び鉄道は東部の都市と西部の市場をつないだ。特に重要だったのがオールバニからバッファローに至る。 経路であり、セネカ有料道路、1803年、エリー運河、1825年も及び、ニューヨークセントラル鉄道、1853年と結ばれた。農業では、ニューヨーク州の農地が、元は、大半が、ハウデノソーニー族の故郷だったが、国内でも最も生産性の高い場所だった。フィンガー湖郡から、西のジェネシー郡は、 その格別の穀物生産性によっくにのパンカ語、国倉地帯と呼ばれた。トロイ・コホーズ、ユーティカの西のサンクオート・クリーク、オスウェゴ、セネカ・ホールズ及び、ロチスターのような要所では、川の急流が大きな工業地帯に動力を供給した。都市の成長という点では、ニューヨーク州の都市は、国の他地域の都市と共に1820年から1860年に急速に成長し、 その速度はアメリカ史の他の時代をしのいだ。これら経済的可能性の拡大とともに、人々、アフリカ系アメリカ人や多くの異なる経歴を持つ、ヨーロッパ系アメリカ人を含むが、ニューヨーク州北部に流れ込んだ。彼らはいくつかの異なる文化的背景を持つものであり、すなわちニューイングランドのヤンキー、ニューヨーク州東部のオランダ人やヨーカー、ペンシルベニア州からのドイツ人や、 スコットランド・アイルランド人及びイングランドやアイルランドからの移民だった。ニューヨーク州北部は多くの異なる経歴を持つ人々が急速に同じ地域に移動し不安定な発言者の組み合わせや劇的な新しい運動を生んだ。ニューヨーク州はいかなる戦場にもならなかったが北軍の戦争遂行への関与は大きなものだった。ニューヨーク朝兵暴動。 1863年7月11日から16日、当時、徴兵週間と言われたは、ニューヨーク市での暴力を伴う相乗であり、進行する南北戦争で戦う男性を徴兵するために、連邦議会がなさせた信仰に対する不満が高まった結果だった。この暴動は南北戦争を別にすれば、アメリカ市の中でも最大の市民反乱だった。 エーブラハムリンカーン大統領は民兵数個連隊と志願兵部隊をニーヨーク市管制のために派遣した。ボートは数千人に達し、多くはアイルランド系アメリカ人だった。同じ頃に他の都市でも小規模の暴動が起こった。南北戦争後、鉄道が支配的な輸送機関になった。ただし、蒸気船や運河用船舶のの運航も増え続けた。機会を制していた。 共和党は公演組織の問題をめぐって辛辣な派閥に分かれ、一方ニューヨーク市の民主党はたまにホール政治マシンが公的資金を投与する仕組みを完成させた。移民と経済成長が続き都市に人口の過半が集まる時代になった。セオドア・ルーズベルト、チャールズ・エヴァンズ・ヒューズ及びアル・スミスがニューヨーク州知事を務め、ニューヨーク州は進歩主義の時代に 大きな役割を果たした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。